皆様からの投票の集計ができたようですので、この後全員揃ったところでいよいよ親父バンドグランプリを発表します。それでは2014オヤジバンドフェスティバル in 長野各賞の発表です。はじめに準グランプリの2バンドです。まず一組がザ・ホリデー・ベルガリー、そしてシャンディです。続いて審査員特別賞です。雪化粧です。いよいよグランプリの発表です。そして準グランプリはザ・ホリデー・ベンチャーズとシャンディです。審査員特別賞は雪化粧です。まずグランプリの登場です。栗原交響楽団 with 生活向上委員会、中央へお越しください。長野県県民文化会館金沢茂館長から賞状が授与されます。それでは、賞状を皆さんにお渡しいたします。表彰授与オヤジバンドフェスティバル長野2014グランプリ、栗原交響楽団ベース生活向上委員会との記念はオヤジバンドフェスティバル長野2014において当初の成績を収めました。よくその大変なグループを称え、これを称します。平成26年12月7日長野県県民文化会館の館長金沢氏です。おめでとうございます。賞状が授与されます。まずザ・ホリデー・ベンチャーズです。着陸が出てくれました。表彰状オヤジバンドフェスティバル2014準グランプリザ・ホリデー・ベンチャーズ、どうも。記念はオヤジバンドフェスティバル2014において当初の成績を収めました。よってその大変な努力を称えるよう称します。平成26年12月7日長野県県民文化会館館長金沢氏です。おめでとうございます。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとうございました。表彰状オヤジバンドフェスティバルシャンディ殿、記念はオヤジバンドフェスティバル長野2014において
当初の成績を収めました。よってその絶え間の努力を称え、これを称します。平成26年12月7日長野県県民文化会館館長金沢茂、おめでとうございます。表彰状、オレンジバンドフェスティバル in 長野2014審査員特別賞、一賞です。おめでとうございます。電動紙巻き、オリジナル商品の未税から巾着、リハーサルスタジオ EYE からスタジオ無料券、池田楽器&オーシス346からドラムスティックとギター券、ポスト株式会社からキノコが贈呈されます。副賞です。おめでとうございます。そしてユニットラックのチャンディーが株式会社水楽器からウクレレと長野ライフハウス J からお食事券、有限会社服部電機商会から電動歯磨き、株式会社ウィンナー楽器からクリップ式チューナー、オリジナル奏音の水泳から巾着、リハーサルスタジオ EYE からスタジオ無料券、池田楽器&オーシス346からドラムスティックとギター券、株式会社からキノコが贈呈されます。副賞です。おめでとうございます。それではグランプリを受賞しました栗原交響楽団水生活向上委員会から一言いただきましょう。中央へお越しください。ヤソさん、初登場でグランプリやりました。ぜひ一言お願いします。どうもすいません。チクッとインタビューこんな感じでした。栗原交響楽団水生活向上委員会見事グランプリでした。おめでとうございました。ぜひ呼んでくださればどの町にも行きます。ぜひ。さあ2014
大勢の前で嬉しい。爽やか。うん？
ですね。ありがとうございます。これからドラマやめてウクレレになっちゃう。ウクレレからギターに入っちゃう。ハワイアンバンド。ほらインタビューインタビューはい、じゃあみんな来てください。これを見せないと実際に撮れると思われてたのかな。まあ、 バンドやってる以上はね、頑張って撮りたい結果ですけどもね、なかなか難しいかなと。全員入ってください。他のバンドの皆さんやっぱりみんな個性があって上手なので方々。奥さん方も見られおいでになってますけど、はい、旦那さんの活躍ぶりはいかがでしたか。今日最高です。潤んでます。惚れ直しました。泣いてるからもう。ありがとうね。よかったですね。旦那さんはお隣の、はい、惚れ直された。音楽やってて、はい、よかったですね。鈴木さんの奥さんもノリノリで応援されてましたね。恥ずかしがりや。ありがとうございます。恥ずかしがりや。ありがとうございます。本当に皆さんおめでとうございます。もうね、ちょっとダメですね。感動で。宝物。ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっと最後にじゃあ、はい、皆さんでプラズマの針を並んでいただいて、はい、その盾とかを見せていただいて、あれをね、立って、動かしようか。それでここにさ、たくちゃん、こう座ってもいいんじゃない？座るっていうか、注目して。立ったまま、パパはまだ、立ったまんまの方がいいね。で、ぜひちょっとこれ出して、ね。オッケー、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとお父さんにお話をありがとうございます。どうですか、すごいなと思ってますか。本当にね、みんなの声が強くなったから取れたと思います。ありがとうございます。たくみくんどう？2位だよ、2位。嬉しいな。今度ウクレレ夢中になりそうだね。あ、そうだね。これ次はどこのステージに向かって皆さん練習していかれるんですか。今度はね、1月4日に新年で南町のイオンさんでステージでやってます。それに向けて、まあ、練習と準グランプリ取った発表もさせていただければ。単独ですか。まあ、バンドとしては単独です。やっぱり単独。ありがとうございます。ね、やっぱりステージから